いやなんだか立派な絵ですね。何の絵ですかね。お花見でもしてるんですかね。はいどうもマグマグマグロンと申します。さてここはどこでしょう。ヒントはさっきから下でチラチラ映っている絵と猫の鳴き声ですかね。はいここでしたね。持ちついてるのがねずーっと映ってんだよねチラチラね。はいというわけで今回は緊急クエストいきたいと思います。はいというわけで今回は妖艶なる舞玉みつね一頭の狩猟、これのみでお送りしたいと思います。結構ねめんどくさいんだよね。めんどくさいって言っちゃったけども、あんまりねちょっとね当たりたくはないよね。氷結袋欲しいな。アキンどんぐり欲しいな。こんなところですか。またどうぞ。一応ねちょっとアイテム硝酸剤とかは持ってまいりました。じゃあ行きます。いますね向こうに。今回のモンハンのキャラの中ではこれが一番戦いづらいよね正直。めんどくせえ。よいしょー。あら、あ、いや当たらない。いたーん。あーそれ欲しい、それ欲しい、それ欲しい。わざわざ食らいに行くっていうのも面白いですね。あ、あわやられになってるかな。ここで倒す。あれどこにいる。これは全部食らっちゃいけない普通のアワタね。ガードアタック、もう一丁ガードアタック。あれー、当たる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 。危な、ゆっくり当たるところだった今。あれもうアワやられになってる。ガウ、よいしょよいしょ。ちょっとスピード感がないように感じるから、もしかしたら当たっちゃってるかな。受け身が取れないのが嫌だねこの敵は。よいしょ。あ俺いちいち当たるね。あ今回は受け身取れた。あこれは当たる、これは当たる、これは当たる。尻尾ももらっとく、まあ、回復もしたかな。ケチ。結構ね分かんない攻撃に被弾することがあるよね。あー怒っちゃったかな、これは怒ってるのかな。あー怒ってるみたい。そして結構痛い。死ねる死ねる。受け身取った時にやられるのって嫌ね。受け身やられあるねこれ十分ね。受け身取んない方がいいのかなこいつは。あーやべえ、ついてっちゃうとこだった。おお、ターゲットの移動を確認。いやいやいや、めんどくさい相手だな。ほんと苦手。もらっていこう。あ、いた、あれか。待てー。招き気づく。おお、あっちにもいる。金運が良くなりそうだって。キャッハー、じゃあこれでお金持ちだ。あ、ついもう一回攻撃しちゃうんだよな俺。そうだね、一回攻撃食らうところで、あ、逃げるんだな。警戒しろ。お、何来る何来る。青、間に合いませんでした。
当たらんのかーい。この艦も攻撃可能。よし、でもうすぐ逃げる。今それ当たる。この艦もすぐに攻撃してすぐ逃げる、してすぐ逃げる。よいしょ、一撃必殺。こうしたらもうすぐ逃げる、すぐ逃げる。これもこうしたらもうすぐ逃げる、すぐ逃げる。チキンな戦い方がいいようです。タマミツネにはチキンに、いや26しか減らないんだけど。当たるねー、受け身も取れないねー。この攻撃の時には顔面いける。ちょっとたまにはガードもするか。本当体験使ってる割にはさ、ガードしないんだよね。おっと、チャンスでした、チャンスでした。顔面に行くの忘れた。あ、でもなんかずれた。いないし、死ねるやつやる。危ねえ危ねえ。チクチクダメージを食らっているんだな。これも顔面いけるやつやで。よし、もう今のはガードでいいね。で、こうね、まあ、間に合うやつ。あー、怒った怒った。今度はそううまくはいかないぞ。こうぐるぐるしてる、ぐるぐるしてる、ぐるぐるしてる、ぐるぐるしてる。全部食らった。危ない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 。どこ行った、どこ行った、どこ行った。わ、こっち来た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 。お怒りモードだからね。おお、うまく避けれた。さっき食らったやつだね。1まで行ける。おお、すごい横滑り。止まれなーい、止まれなーい。顔面いっちゃう。え、何、何それ。ターゲットの移動を確認。たまみつね専用出入り口。いや、びっくりした。今この中入ってくから何かと思っちゃった。そんなトリッキーな入り口があるななんて。もう参っちゃうなこりゃ。どこ行ったんだい。あ、スタート地点まで行っちゃうんだ。もうこれはもう戻ろ。もう戻ろ。キラキラしてるの優先。上輪でぐるっと回ってからのこれよ。でも逃げる。次の攻撃が当たらないから。なんか地面にいた魚がびっくりしたよ。あ、やっちゃダメやっちゃダメやっちゃダメ。1回で終わり、1回で終わり。 うちの攻撃は1回で終わり。この艦も1回で終わり、1回で終わり。よし、これも1回で終わり。いやでも本当1回で終わり。あ、これダメだ。いや、今のはちょっと余裕ぶっこいた。あはは。今のは取りたかった。バカーン。これは尻尾ちゃんだね。で、この後もゆっくり閉じてからこれ間に合わないんだね。一個ずつ勉強していこう。そうすれば一回ずつこの歩いてる時に行けるんだ。行けないんだね。ただ
もう砥石で解かなきゃいけないのか。いたん。このビタンの後も尻尾いける。間に合う間に合う。尻尾切れるよねこれ。ビタン。この時も尻尾と。これも尻尾と。あいいね、尻尾集中攻撃できてるよ。いいよいいよ、悪くないよ。これは無理だね。足にしとこう。これはもう近場で諦めるか。危ない。あ、どこ、どこに、どこに。危ない。あ、でも回復ラッキー。分かってきた分かってきたよ分かってきたよ。ずっと俺のターン。まあでも怒り死じゃないからね今のところ俺のターンだよ。おや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 、疲れてるかな疲れてるかな疲れてるのかな。ガードタックルまで行きたかった。お、疲れてるのかな。血が騒いでください。よいしょ230。あ、そうだ、新ためじゃないんだっけ、月光山なんだっけ。月光山よくないな、やっぱり今みたいに当たるときはなんかもったいなく感じるなこれ、ね、うまくガードタックルになってくれたらさ、なんかこれでよかったって思うけど、威力低いのはなちょっときついな。これ上登れんのっけ。たー、あ、でも 泡まみれになってる。泡まみれ状態の時はちょっと強いんだよね。怒ってる時なのかな。おいしょー、わー怒った。わかんないけどこれに置いとこう。回復してくれるのかな。違うか、回復仕掛けてくるぞ。間に合うか。ああ間に合わなかった。ちょっと寝てた方がいいなこれ。どこにどこにどこに。あーと横滑り状態だった。結構隙の大きい技になるのかな。間に合うか。あーやっぱりなんかまだよく分かってないな。起きない方がいいね、起きない方がいい、ね、まだ分かんないな。上をかわしたいんだけどね。どこ行った。のそーっと歩いてる時は攻撃可能。うどん。あ、当たるな。回復薬グレートが品切れになりそう。いたん。まだ切れないか。リオレイヤーと違ってあれだね、あのタメさんじゃないからね。ここは顔面いける。あ、いけたかな。いけたかな。これは尻尾。よいしょ。全然切れない。カップ。これは尻尾。あ、いった。のそーっと歩いてるけど攻撃か。いいよいいよ、俺のターン続いてるよ。これもいける。よいしょ。
よいしょ、まだ切れない。なかなかしぶといですな、これ。顔面もいく。ターゲットの移動を確認。いやー、しぶとい。なかなか尻尾切れないね。え、尻尾切れない敵じゃないよね。お、戦え戦え、やり合えやり合え。まあそうなるよね。交流を始める。避けろ避けろ。おーしょー、避けてからのサマソン。上からも行く。強い強い。後ろ向いてからのサマソン。踏んづけ。いや、すごい威力あるなこれ。成し遂げたぞ。あ、いなくなっちゃった。わーい、いなくなっちゃった。いや、ここ狭いな。ちょっと どこかわからん。間に合うかな。間に合った上にガンメイター。血が騒ぐ。あはははは、間に合うか。あちょっとしばらく倒れてるか、ぐるぐるするから。あー、ちょっと尻尾いけばよかった。待てないから2段目で。いいよいいよ、逃げる逃げる。おーしゃ、ナイスナイス、しびれ。二段目でもう我慢する。切れねえ切れねえ。これ本当切れんの？この野郎。これ本当切れんの？逃がすものか。それ。ようやっとためも入ったけど。今度餌でも食うかな。切れろこの野郎。え、獲物に疲れが見えている。これあれか、ただスタミナがないだけか。顔面いこう。顔面いかせていただきます。いかせていただきます。いかせていただきます。でも尻尾も行きたいんだよ、尻尾も。まだ疲れてる。わざわざ尻尾まで。おいしょ。疲れてるかな、疲れてるかな。よいしょ。よいしょ。全然威力ない。あー、もう怒っちゃった。早いよ怒るの。あ、でも頭なんか欠けてる。よいしょー、全然切れない。これちょっと後でグフロー。尻尾は切れるの？全然ダメだ、全然ダメだ。あー、当たらなかった、よかった。当たらない。おほー、なんで俺今当たらなかった。
わわわわわわ。ダメか。おお、角度があったから、高いところにいるから当たらないだけか。仕掛けてくるぞ。何が来るの。全然、ああ当たった。もううまく避けたと思ったのに。うまくいったと思ったのにな。あ、3回変わるの。じゃあもう顔面いこうかな。あれこの顔面いける。酔う酔う。全然ダメだわ。でも尻尾は結構柔らかいからあれだね、顔面よりいけるかもしれない。ロックヘビってのは状態異常の回復だってことをさっきググりました。だからあれだね、泡やられ水やられとかになる。こいつの時にはロクロヘビいたら楽だね。どっちでもいいんだね。おっと、やっと取れたかな。やっと尻尾ゲットしました。長かった。こいつの尻尾を取るのは長かった。じゃあもうあとは顔面、威力は59か。もうほんとヒットアンドアウェイしかないんで、顔面狙いで行くしかないか。これはでも尻尾でもいいか。ほら威力あるもんね、尻尾ね。うん、こういう時も切れた尻尾でもいいから、そっち狙った方がいいね。ちょっと無理かな。逃げられちった。いや、それにしても尻尾切れるんですね。よかったよかった。断面図の方から尻尾、もう貝の方じゃないでしょうね。あ、俺硬いから攻撃してなかったけど、あれだね、爪も壊せんだね。ちょっとV 破壊の方を頑張るか。ああ、食らいにいっちゃった。このように足も入ってるし爪も入ってるみたいですね。ちょっと頑張るか。これなんだろう、回復。あ、回復だ回復だ。せっかくの回復の効果。また近づく。雨降りつぶて、雨降りつぶて。回復する回復する回復する。満タンまで回復する。やべ、これガードできると思う。わお。あ、まだあそこモヤモヤしてる。あ、結構長いことモヤモヤしてんだね。あれどこ行った。あ、帰ってきた帰ってきた。何事もなかったような顔で。画面まで行く。あ、捕獲の時にゃ。もう捕獲ですかにゃ。めんどくさいからさっさと捕獲するにゃ。あー、間に合わない。ここ罠を展開した。罠が発動。めんどくさいから早く捕まえる。よし。でもめんどくさいから早く捕まえればいいんだけど、相手がバーって吹いてるところを突っ込むのはどうかと思うよね。それはちょっと素人ですよな、やっぱりな。ちゃんと余裕を持って罠は仕掛けないと。
上滑液、なんか石鹸とかになるのかなこれ。あ、剣竜骨が出てくるようになりましたね。こういうのも出てくるのか。あ、もう修羅も出てきてますね。もう次の、おっと、なんかキラキラしとる水玉。まあ一応宝玉とかそこら辺のやつなのかな。なんかいいの捕まえたかもしれない。捕まえた。あ、ジオヒゲ。玉三つねが急に暴れ出した一件、原因が判明したよ。いや、むしろ百竜夜行の正体が判明したと言った方が正しいね。お前が玉三つねを釘付けにしてくれたおかげだ。その間に周囲のモンスターの状況をつぶさに調べ、そこに百竜夜行の兆候を確認したのだ。あの青い竜と百竜夜行のつながりもな。玉三つねが暴れ出す直前、調査員は青い竜が大社跡の上空に現れたのをもう確認していたそうだ。まもなく周囲のモンスターたちが競争し、青い竜に背を向ける形で大移動を開始した。あ、じゃあ逃げてんの。とりわけ繁殖期に入って凶暴化していた玉三つではひどく暴れた。それがお主への緊急クエストになったわけだね。モンスターが退去して人里を襲う災い、皆がそう思っていた百竜夜行だったが、真実は違っていた。かの青い竜が発する異風、それに無数のモンスターが恐れおののき引き起こされる大移動、それこそが百竜夜行の正体だったのだ。百竜夜行からもほどなくして青い竜が目撃されてきたのも道理というわけだ。ハンターズギルドはこの異風の竜を風神竜、どこで切るの、いぶしまきひこと名付けた。人の名前みたいになってるけど、これで呼び方合ってる。百竜夜行の元凶として討伐せねばならん。再び姿を見せる日はそう遠くあるまいて、その時はお主に討伐を任せるよ。まずは新たに解放された星6のクエストを進めながらその時を待っていておくれ。なんかいっぱいある、いっぱいある。スワモノよ、入れ替え技きた。よし、太刀じゃん。太刀使わんからいらんよ。双剣使わんよ。重装使わん。もう使わん。それじゃ。またいずれ。この人と話したことないかも。うん。玉三つで一頭の捕獲でなんか武器を生産できるみたいです。受付いたします。はい、というわけで星6の正体が出てくるようですが、はい、とうとう星6まで来ましたね。次はまた5体倒さなきゃいけないのか。この辺はやらないとして、神王がイソネミクにベリオロス、トビカガチ、アンジャナフ、ナルガクルガ、リオレウス、この中から5体さらっと、じゃあ次回やりたいと思います。ちょっとここら辺になってくると敵も強いからな。2体ずつになるかな。人道が2体ってところですかね。時間はありますので、どうぞごゆっくり。まあ、時間あるそうなんでね。何も慌てずのんびりやるくらいでちょうどいい。日の姉様がそうおっしゃっていました。どういう順番でいこうかな。なんか画住種が多いよね、ちょっとね。リオレウスは最後かな。うん、まあ全部やるかもしんないね。もしというわけで今回の動画良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますとマグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。まだなんかいっぱいあるみたい。え、2頭ですか。2頭やれってことですか。
もお団子はちょっと優先したいよね。人魚竜ってことはあれですね。まだあるんかい。もう今締めの挨拶したところよ。もうちょっと竜の上質な卵。万が一団子ですか。なんかよくわからんけれども、まだあるんかちょっとちょっと、そうだったらもうちょっと前からのクエストでちょっと頼むよ。うわ、なんか頼みたいことだらけですね。ちょっとね、大きな筆が欲しいってよ。まだあるんかい。ちょっと多くねえ。だから私は詩人、いまいちね。それじゃ、あれでもなんかもう一個ありそうだけど、まあお見事ね。あもう OK なのか。ああそういうことか、いまいちね。またね。あ、これはこれで終わりか。はーい。なんかいっぱいあるな。ガルクの武器を15種生産する。一回も生産したことないかもしれない。申し訳ない。なんかいっぱい増えた。それはまた次回。ゆっくりしていけ。じゃあな。はい、というわけでこれで弱ったもうみんな終わった。みんなお話終わった。じゃあちょっとね、詳しくは次回ね、いろいろ調べていきたいと思います。装備見るの忘れた。なんかいっぱい増えてる。なんかいっぱい増えてる。じゃあやっぱり次回にします。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。なんかいっぱいあったからもう、いや次回ひっくるめて